今日は朝から最悪。ちょっと夢見が悪くてさ、入院してる夢見ちゃった。まあそうだね、退院の目処があるならちょっとした休みかもしれないけど、退院したくてもできない子も世の中にたくさんいるんだよね。そうなんだよね、何もできないし、何もできる元気もないし、入院してるから当然だけど、テレビ見たりとかゲームしたりだとか、それくらいしかできないもん。健康でよかった。